よろしいでしょうか。はい、ではですね、まだ会見の方を始めさせていただきます。じゃあ質問の方よろしくお願いいたします。あ、それではすいません、カメラ回してもらって失礼します。中日新聞の神谷と申します。この度は、ドラゴンズより指名おめでとうございます。率直な今の心境をお聞かせください。今は一番ホッとしてます。今、緊張してる表情に見えるんですけども、率直な気持ち、ホッとしてる以外で何か、では心境はありますか。一番ホッとしてるんで、今そのホッとしてる気持ち、今の心境っていうのは、今一番誰に伝えたいとかっていう人がいるか教えてください。一番誰に伝えたいなと。中日ドラゴンズという球団から指名を受けたと思うんですけども、その中日ドラゴンズの岡林選手が今ご自身でお持ちの印象、イメージがあったらお聞かせください。今はすごく若手の選手が多いと思うので、それからだんだん強くなっていくという印象になります。すみません、今改めて岡林選手ご自身の口から、岡林選手のセールスポイントを教えていただけますでしょうか。投手としては、スピードボールと、その質に関しては、すごく自分のセールスポイントであり、野手としてはバットコントロールや足の速さが自分のセールスポイントだと思います。お話戻ってしまって恐縮なんですけれども、先ほどご家族に、今率直な気持ちを伝えたいというふうにおっしゃってくれたと思うんですが、その中でもお兄さん、プロ野球を経験されたお兄さんに対しては、何か事前にアドバイスとかを頂戴したり、ドラフト前日に何か声をかけてもらったり しましたでしょうか。いや、特に言われてはないですけど、プロの世界は厳しいぞって言われたその一言です。その一言を受けて今岡林選手プロの世界に、立つというところのスタートラインに立ったと思うんですけれども、改めてそのお兄さんのお気持ちだったり、プロの厳しさというところを踏まえて、ご自身ではどのように、挑戦というか、をしていきたいなというふうにお考えでしょうか。まずは体作りとか、プロになれるようなこと、練習であったり、いろいろ経験して、いずれ2年後、3年後、レギュラーをつかめ取るような、そういう選手になったなと思います。改めて、すみません、私から最後なんですけども、1年目の目標を頂戴してもよろしいでしょうか。まずは初めにはプロの世界に馴染んで、これから、体作りであったり、体力面であったり、技術の向上をまずはしていきたいなと思います。分かりました、ありがとうございます。それでは、ご質問のある方、挙手でよろしくお願いいたします。はい、読売新聞の浜島です。今日は先ほどの別室で多分ドラフト会議のご覧になったと思うんですけど、別室ではどなたとその様子を見てらっしゃるんでしょうか。家族と久保先生と保護者の方と小学校も見てました。はい、保護者の方と見てました。はい、中日ドラゴンズの指名というのはご自身ではドラゴンズの5位という指名だったんですが、ご自身ではどのように受け止めていらっしゃいますか。どの球団のか、そういうことは、そこまで上位指名にはないと思ったので、5位指名を受けてすごく嬉しいです。先ほどお兄さんのお話が坪さんのお話だったと思うんですけども、プロの世界を厳しいというアドバイスをいただいたということなんですが、この指名を受けたところでちょっと厳しい質問かもしれませんが、お兄さんが今回、セルフについて、
まあ、そういったプロの厳しさっていうのを、どのように受け止めましたか。まあ、兄がそこまで、まあ、プロの世界に入って、まあ、通用すると思ってたんですけど、まあ、その兄でも、まあ、通用しない世界だなって思って、もっともっと技術を上げていかないとなと思いました。はい、ではご質問ある方、挙手でお願いします。はい、どうぞ。こんにちは、伊勢新聞の三田です。おめでとうございます、この度は。ピッチャー、まあ、二刀流であったり、まあ、あの野手としても評価が高かったという話なんですけれども、見た限りはピッチャーでの指名ということになっているようなんですが、そのことについてはどう思われますか。ピッチャーとしてこう指名を受けたということについて、まあ、球団としては、まあ、投手として初めに見てくださったので、まあ、初めに投手として頑張って、まあ、なるべく、まあ、チームの役に立てるようなそういう投手を目指して頑張りたいなと思います。今153までということで、球速153でよろしかったですよね。まあ、体作りということもあるんですけれども、まあ、球速へのこだわりであったりとか、もしそういうのが今の気持ちが希望があれば何か教えていただきたいんですけれども。まあ、球速はそこまでもう意識してないので、もうあとはもう勝てる投手っていうのをずっと意識してこれから頑張っていきたいなと思います。あと、まあ、ここ3年間まあ、残念ながら甲子園には届かなかったと思うんですが、まあ、その中でも、まあ、岡林選手ご自身が、まあ、いろいろ経験して自分が成長したところっていうのを、球速以外で何かあれば教えていただきたいと思うんですけれども、小物で学んだことというか。まあ、技術というよりかは、まあ、その人間性というか、その性格面でいう、まあ、ところで、まあ、みんなと戦ったり、まあ、そのまあ、周りに声をかけたりとか、そういうその、まあ、周りに対しての対応というのがすごく高校の中で一番変わったなと思います。何かそう変わるきっかけみたいなのが、もし今おっしゃったところで、岡林選手が何かこう変わるきっかけのあった大会とか、そういったものがあれば教えていただきたいんですけれども、ね。新チームの時の秋の地区予選の時に、海星高校に、まあ、自分が投げて負けてしまった時に、まあ、自分一人でずっと投げていた時に、まあ、みんなが笑顔で接してくれた時に、自分も笑顔で投げないといけないという気持ちになって、そこから変わりました。秋の四日市地区予選の改正戦の後ということですね。はい、あと、まあ、ちょっと私も繰り返しになるんですけれども、どうしてもその、まあ、厳しい世界と分かっていて、それでもまあ飛び込んでいくというその気持ちの根っこっていうのはどういうものがあるのか、ちょっと改めて教えていただきたいんですけれども。プロ、まあ、小さい頃から、まあ、プロ野球選手はまあ夢であって、まあ、高校に入ってから目標に変わって、まあ、目標を何とか達成したいっていう気持ちでずっと日々練習とか試合を重ねていくうちに、まあ、もっともっと上の世界で自分の実力を試したいっていう気持ちがあったので、まあ、そこで厳しい世界であっても自分の実力を試したいという気持ちで、まあ、これから入っていきたいなと思います。ありがとうございます。よし、はい、どうぞ。中日新聞の牧原と申します。中日スポーツ、牧原と申します。先ほど投手でっていう話もあったんですけれども、今後そのどちらか一方に絞っていくつもりがあるのか、それとも、まあ、例えば大谷選手のように二刀流っていう可能性もあると思うんですけれども、両方ともやっていきたいという意思があるのか、自分では今どういうふうに考えていらっしゃいますか。まあ、プロの世界はまあ両方と二刀流っていうのはまあすごく難しいことだと思うので、まずは投手として挑戦して、ダメだったらまあ野手としてのことも考えて、ずっとこれから練習したいなと思います。中日ドラゴンズは、まあ、三重県地元の球団だと思いますけれども、こう例えば小さい頃から試合を見に行ったりだとか、そういう接点とかっていうのは今まであったりはしましたか。中学校3年生の時に、まあ、その地元、まあ、中日ドラゴンズの初戦の大会で、まあ、名古屋ドームとか、まあ、で試合させてもらった時に、まあ、そういうところで、まあ、接点があったのかなと思います。やはりもう一回こうドームで投げてみたいなっていう気持ちっていうのは今も、まあ、中学校の時に、まあ、名古屋ドームで投げさせていただいたので、うん、もう一度そのマウンドに立てるように頑張っていきたいなと思います。今日少しお兄さんの話ありましたけれども、お兄さん、二神戸のお兄さんというのはこうずっと野球やっていく上でどういう存在だった方ですか。一番尊敬できる存在であって、まあ、小さい頃からそのホームラン数であったりそういうのを競い合っていった中で、
まあ、一度も勝てなかったので、まあ、プロの世界に入って抜かしたいという気持ちで頑張ります。他よろしいでしょうか。はい、どうぞ。ゆうかみのライコと申します。本当におめでとうございます。そうですね、あの、また行けるときにどういう気持ちでまた行けるか教えていただいてよろしいですか。いや、なるべく早く選ばれてもらいたいと思います。中日 の、 あの同じ投手の与田監督のイメージについて教えていただいて。与田監督はそこまでわからないんですよ。はい、唯一、まず理想像としてどんなプロ野球選手になりたいって思われてますか。まあ、投手としては、まあまあ、最多勝であったりそういうタイトルを取ったり、野手としても首位打者や盗塁王とかそういうのを取りたいなと思います。ちょっと先の、まあ、話ちょっと前後したかもしれないんですけど、やっぱり野手としての道もあの頭には何割か結構あられる。まあ、その、まあ投手としての評価もありますし、野手としての評価もあるので、まあ、自分どっちでも行けるように準備しているので、まあ、球団が必要としてくれる方で頑張っていきたいなと思っています。対戦したい選手がいらっしゃれば。いや、わからないですチームドラゴンズの中でもあの憧れの選手とかいらっしゃればいただいていいですか。中日なんとかあ、分かりました。チームドラゴンズで松坂同じ東京の、滝野選手だったり加藤選手が活躍されていると思うんですけども、そのあたりについてはいかがですか。まあ、自分が先にプロの世界に入って、まあ、すごく頑張っていると思うので、まあ、何か関わることであれば、まあ、いろいろプロの世界のことを聞いて、まあ、自分のものにしていきたいなと思います。あ、ちょっと長くなって申し訳ないんですけど、あとは僕、松坂の新聞社なので、自分と松坂ので野球頑張っている子たちに一言伝えてよろしいですか。まあ、松坂からでも、まあ、プロの道に、まあ、進めるということを伝えたいなと思います。あの現在の身長の体重を教えていただいてよろしいですか。今、ポッとして、まあ、次に、まあ、次、まあ、プロの世界でどう頑張っていくかということを考えています。身長体重を知りたい。175センチの74秒です。わかりました。すみません、ありがとうございます。はい、はい、他よろしいでしょうか。志望届け出してからずっと不安が続いて、自分が選ばれるかどうかっていうことをずっと気にしてて、選ばれたのでちょっと嬉しいというかすごくほっとしたっていうのが。では他よろしいでしょうか。あ、どうぞ。戸田先生から、あ、写真なんですけれども、はい、戸田先生から、はい、まあ、ピッチャーでの、めたくピッチャーでの指名ということってありますので、まあ、今後、まあ、この3年間で彼が成長したところと、さらにどういったピッチャーになっていっていただきたいというようなこう気持ちがあればという、2点を教えていただきたいんですけれども。まあ、子供から大人になったかなという考え方が、いうような気がしますね。まあ、視野が広くなったというか、自分一人だけじゃなく周りの子に気を使いながら、やっぱり野球というチームスポーツをできる子になったのかなという気がしますね。将来的にはですね、やっぱり卒業生に大投手がいるので、まあ同じ勇気なんですけど、
早く阪神タイガースとこう投げ合えるような投手になってもらいたいかなと思います。いいですか。どういうピッチャーになってっていうところはどうですか。僕としてもやっぱり投手として指名していただきたかったので、ほっとしているところはあるんですけど、まあ、やるから以上はやっぱり、トップを目指さないといけないわけで、やっぱり日本球界でやっぱり一番になれるように、はい、こうプロの世界でこう努力してほしいなとは思います。はい、他よろしいでしょうか。なければ前で法人会写真撮影 OK ですか。あ、はい、大丈夫です。じゃあよろしいですか。はい、じゃあ、この後よろしくお願いします。前の方でどうしましょう。